札幌コンサートホール来たら、熱心なリハーサルが繰り広げられています。世界的な国際教育音楽祭 PMF に集う選ばれたメンバーです。新型コロナウイルスの影響での開催中止を乗り越えて、今年は世界20の国と地域から52人のプロを目指す若手音楽家が札幌にやってきました。日本からは16人が参加。世界的な指揮者兼デイビッド・マズアさんの指揮のもと、メンデルスゾーンの交響曲のリハーサルです。このオーケストラの中にチェロで参加している牟田口遥香さんの姿が見えます。牟田口さんは東京芸術大学を卒業し、現在ドイツのフライブルグ音楽大学に在学中、ドイツから札幌に飛んできました。ドイツで学んでいるのにわざわざ札幌に来て勉強する意味はあるんですか？ PMF はずっと小さい頃から憧れてて、国際的にハイレベルなアカデミー生がいっぱい集まることと、あと本当に素晴らしい講師の方々がいらっしゃるっていうのは、やっぱりわざわざ日本に来る意味、価値はあると思います。ただこう録音とかテレビとかをこう通して見るよりも、横で弾いてもらうっていうのは何よりも自分にこうダイレクトに身につく方法だと思うので、本当にいい経験を今しています。将来は今まだちょっと考えて中なんですけど、でもいつかヨーロッパのオーケストラで仕事ができたらいいなと思ってます。世界的な指揮者やウィンフィルなど世界有数のオーケストラのメンバーが牟田口さんら若手を指導し、そしてコンサートを繰り広げる PMF。 明日来たらで開幕し、来月2日の東京公演まで多彩なプログラムが予定されています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。